MJ のさんだ、こんばんは。どうも、はじめまして。もしもし。はじめまして。ちょっと緊張されてますか？今日はですね、私チャンネルで釣りガールを、はい、大募集してて、今回ココアさんから高橋釣りガールなれるかどうか、ちょっと面接まだ決定しないですけど、はい、面接です。はい、はい。ちなみに自己紹介お願いいたします。あ、自己紹介、広島県、21歳、社会人、独身、はい、ココアです。お願いします。ココアさんは、はい、どうやって僕のこと知ったんですかね？あ、YouTube を漁ってたら出てこられました。やっぱYouTube に、やっぱ YouTube す、やっぱココアさん21歳の世代なんで、その YouTube、 やっぱりいろんな YouTube を見られるって感じで。そうですね、一般は、何見られるんですか？好きなのは。好きなのは、なんだろうな、心霊系とかも見るし。あ、幽霊。あと、うん、そう、あとゲーム配信とかも見る人は見るし。ゲーム配信の一押しは誰ですか？ちょっと僕、一押しは、牛田さんとガチマンさんです。牛田さんとガチマンさん。牛田、え、誰ですか？牛田さん。牛、ちょっと僕ゲーム YouTuber のことあんま知らなくて、ガッチーさん牛沢さんとガッチーさん、ガチマンさん、はい、ガッチマンさんが結構有名な方で。はい。あ、じゃあ将来的に、じゃあこのままなんてネットアイドルにネットアイドルというかなって、ガチマンさんとのコラボみたいなもん狙ってる。あ、めっちゃ嬉しいですね。それやりたいです。あ、やりたいですか？多分ガチマンさんうちのチャンネル知らないと思うんで。あ、そうなんですね。いや、でもその声は届く可能、あのネットって繋がってるんですよ。あ、そうですよね。なんでこっからガチマンさんに声が行って、多分視聴者がガチマンさんに言いに行くと思うんですよね。それは、で、お名前が何でしたっけ？お名前が。お名前。あ、あなたのお名前。私はココアです。あ、ごめんなさい、ココアさん。はい、すいません。はい。ココアさん。いや、ちょっと、あと釣りは結構ハードで、体力的なものとかもいるんですけど、はい。どうですか、その辺は。あ、体力はもうめちゃめちゃ自信あります。なんか、部活動をやられてたんですか？部活は、高校の時にバレーボールやってました。はい、あ、バレーボールやってて、バレーボールってなんだろう、 あれか、バーンってやつだ。絶対やってます。釣りはやったことはありますか？ないです。あ、一回も。あ、完全な未経験。未経験です。うん、でも将来的な夢とか、もしよかったら。将来的な夢ですか？はい、やっぱりこのネットの中で有名になることですかね。あ、ネットの中で有名になる。ココアさん、で、そうね、はい、いや、僕思うに、ネットの中に有名になるには、やっぱりその女優的な素質も求められると思うんですよ。そうですよね。そういう対応力がどうですか？いや、もう、それと自信ありますよ、何でもやれる。ちょっと失礼なんですけど、一回立っていただいて、一回転してもらって。立って。測定ですか？え、何すか？何すか？測定ですか？あ、測定できるならいい、できないでしょ、部屋では。できますよ、そこ。部屋ちょっとちっちゃすぎて難しいかもしれない。あ、じゃあ一回立って、カーテンの方まで行ってもらっていいですかね。ちょっと全体像を見たいんですけども。あ、立ち上がっていただいて。はい。ココアさんのちょっと全体像を見たいんですが。全体像、これ、はい、でもカーテンは後ろですよ。多分全部映んないじゃないか。全部映んない。多分ちょっと、あ、いいですよ、映ってます、映ってない。ちょっと軽くダンスとかちょっとできます？軽くダンス、はい。ココアさん、すいません、笑い物にしちゃって、ごめんなさい。ちょっとこれ一応インターネット、iPhone 面接なんで、はい、結構うちも人気はないんですけども、はい、もしよかったらチャンネルを一緒に盛り上げていただければ非常に助かるんですが、はい、一応、この釣りガールと、一応ガサガサガールっていうのを募集してて、それに受かるのは、はい、もう結構
うちのメンバーが全員が認めないと受からないっていうのがあって、あのこの面接の映像を見てもらって、うちのメンバーが全員が OK もらったら、はい、ようやくメンバー加入できるということで、厳しいですね、結構厳しいんですけど、うん、その何ですかね、かける思いかなんか、かける思い、はい、面接、そうですね、ココアちゃん、ココちゃん。何ですか。すいません、ごめんなさい。その釣りガールとかガサガサ YouTube でトップ取ってやるっていう意気込みみたいなのを。あ、意気込み、そうですね。まあまずは皆さんに顔と名前を知ってもらって、はい、でまあなんだろう、なんだろう、もう通りすがる時にはあいつはここですねかって思ってもらえるように頑張ります。あ。じゃあ将来的にはマスクも取っていくというか、まあ今日はマスクで。あ、マスクは分かんない。あ、分かんないですか。はい。ここは戦的に。ね、気が出れば。あの今なんか VTuber とか言って、その顔を出さなくてもみんな漫画みたいなんで結構人気の配信者の方いるじゃないですか、 YouTuber だと。なんかそういう風も狙っているというか。はい、ああ、それも一つの手だなって思ってます。ああ。あの公園で朝デートとかなんかそういう。ネットデートみたいなこともされてるって噂で聞いたんですけど、朝からそうですね、まあ、ちょっと疑似デートというか、なんか注意してますね。今回実はこの面接に至った経緯は、あの、のしさんっていうちょっとうちに危ない視聴者さんがいて、のしさん、え、はい、のしさんとそのバッファローマンさんっていうちょっと危ない視聴者がいまして、そのお二人がどうしてもココちゃんの面接をやってくれということで はい、受けたんですね。あ、そうなんですね。はい。そういう経緯が。その バッファローマンさんとココちゃんさんに関しては、あ、バッファローマンさんの野志さんに関してはどういう方なんですか、ココちゃんから見たら。いや、そうですね。まあ、なかなかの、まあ、変態と言いますか。危ないおじさんだなっていう感じのお二人ですね。いや、そうですね、なんかそういう噂は聞いてます。はい、そうですね、はい、はい、あのうちの視聴者さんで吉田健康って方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その人もちょっと知り合いだって聞いたんですが。あ、知ってます、存じ上げてます。で、一応ここからメッセージ送ってもらっていいですか、健康さんに。ここからですか。はい、わかりました。石田さん、いつもいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。イエーイ。あと僕の、はい、YouTuber 仲間で、あの、はい、M ロックさんって方がいらっしゃるんですよ、北海道。はいはい、はい、M ロックさんもお知り合いだって聞いてるんですけども。はい、知ってます。あ、知ってますか。はい、M ロックさんはどんな方ですか、ココアさんに対して。どんな方？そうですね。映画監督されてますよね。あ、そうそう、YouTube で映画撮ってるからね、あの人。そう、YouTube 作って。うんうんうん、はい、まあ。本物というか、その、スノーロックさんを見たことがないので、ぜひ見させていただきたいなと思います。あ、まだお会いしたことはないんだ。インターネット上で知り合いでという M ロックさんは。あ、そうです、そうです。はい。あと、滝沢翼さんなんていう、その危ないおじさんもいるって聞いたんですけど。あの方は、私にがその朝で公演の疑似デートみたいなことしてるんですけど、はい、その後に、それが終わってすぐに、便乗動画を、動画というか便乗配信されてます。え、ココアさん、そのパパ活的なことやってるところですか？違いますよね。違いますよね。はい。すいません、いじっちゃって。いえいえ。あとココアさんがその、うちの魚神党員っていうメンバーがいるんですけど、魚神党を名乗ってる、はい、その交流があった、その他にちょっと気になる党員名前あったら。気になる党員の方、今名前出てない人で。ああ、どうだ。あ、でもメバテンさんは年が近いからもうちょっと話したいなと思いますね。あ、メバルテンセイさんね。あ、彼の、あの人も YouTuber なんですよ、はい、ゲーム YouTuber で。あ、そうですよね。はい、メバルテンセイさん。ちょっと多すぎて覚えられないんですけど。あと、ダダ ABC っていう65歳のおじいちゃんが、からもココちゃんがぜひ、やれる子だと聞いててるんですが、ダダさんはどんな方ですかね。ダダ
さんはもう優しいおじちゃんって感じですよね。応援してくださって。あのココアさんのそのできたばかりのツイッターでそのダダ ABC さんがそのストーカーまがいのそのこんにちはすごいねみたいな見て僕もびっ危ないおじいちゃんだなと思ったんですけど気をつけてくださいねココアさん。ちょっと最近そういうのが出てきましたね。あ、ストーカーもされてるんですか。ストーカーなかなかわかんないけど。もうまがいなことされてますね。で。ココアさんと僕はこうやって今初めて僕もココアさんの顔を見てあの、はい、僕の親友の阿部ちゃんとも交流があったってことですよね。共通だから結構ココアさんと僕縁が深くてその俺と共通の知り合いと偶然にも知り合いで阿部ちゃんはやっぱりどんな方ですかね。阿部ちゃんはなんでしょうね、まあ、ちょっとわがままな女の子と言いますか。でもあの私を見つけてくださった偉大な方なので。あそうですか。はい、ちょっとここじゃあの面接なんですけどその阿部ちゃんの必殺技っていうのをちょっとやってもらっても。阿部ちゃんの必殺技ですか。いいですか。いきます。はい、おやすだお前なんやねん。えいやにゃんにゃんじゃないですか。あにゃんにゃんにゃんからのパンパンじゃないですか。そうかと思った。あじゃあそれお願いします。あ、にゃんにゃんですか。あ、にゃんにゃんからのパンパンお願いします。え、あ、にゃんにゃんからのパーンパンっていうのもあるんですよ。にゃんにゃんパーンパンっていうのがあるんですよ。それちょっとお願いしていいですか。はい、いきます。はい、はい、にゃんにゃんパーンパン。コマさん、あれ必殺技だったんですね。え、なんすか。あれ必殺技だったんですね。あれ必殺技です。はい。あ、そうなんだ。はい。もうちょっと最近、阿部ちゃんでね、私もちょくちょく連絡があって、配信中に、配信仲間で、でもちょっと雑音がひどいんから、もう今後はちょっと着拠しようかなと思ってて。雑音と電波が悪すぎちゃって、耳が痛くなっちゃうんで。切れちゃいますね。はい。あとは、ココアさん、その、YouTube デビューで、チャンネルも新しく始めるという感じですかね。あ、そうですね。はい。まだ上がってはないんですけど、9月に上がります。あ、チャンネル名は？チャンネル名は、ココアの生態と言います。あ、ココアの生態。はい。じゃあ、これ概要欄にリンク貼っとくんで、あの気になった方は、じゃあ、ココアの生態まで、じゃあ、そうですね。ぜひ。はい。じゃあ、ココアさん、あと合否は、ちょっと、この、あの、メンバーの判断と、あと、視聴者の人が、OK 出すか。はい、多数決で決まりますので。はい、わかりました。あれ、え、あ、はい、あ、大丈夫。そうっすか、長いかな。あれ、え、いや、何でもです。じゃあココアさん、それ合格したら、今は、広島県に住まいだけど、まあ、今コ はい、コロナで、まあ、なんか、会えなかったりするじゃないですか、当面ね。で、どうなるかわかんなくて、はい、また、その、コロナが収まって、いい感じになった時に、その、うちのチャンネルに、じゃあ、出ていただけます？その、合格出たら。あ、そうですね。ぜひ、出させていただきたいです。あの、ガサガサガールと釣りガールと2択あるんですけども、どちらがいいですか？釣りがいいです。あ、釣りがいいですか？あ、なんで釣りがいいんですか。え、釣りがやっぱり面白そうですよね。ああ、そうかそうか。ただ、再生回数伸びるのはガサガサの方が伸びますよ。あ、そうなんですか。そうそう、釣りはあんまり伸びにくくて、ガサガサだと、うちで1回だけ1000万再生ってのが出たんで、あの、ワンチャンあるのはガサガサがあるかなと思うんですけど。ああ、そうなんですか。もう、あわよくば2つ出させていただいて。ああ、そうですよね。わかりました。じゃあよりぜひあのうちのチャンネル盛り立ててください。じゃあメンバー入りがね、はい、今回決定しましたんで独断と偏見。はいはいとかあのだからあとコロナで会えないしさすがに遠いからあの、はい、動画を作って送っていただいても OK ですよ。例えばあのあ、なるほど。そうガサガサをして、正直ガサガサっていうのは2時間ぐらいあればできるんで、で、2時間ぐらいガサガサしてもらった動画を、はい、あの、おい、カブラのみんな見てるか、ココアだぞ、この野郎、つって。まあ、なんでもいいんですけど、
これで、はい、カブランのチャンネル出てもらうとか、まあそういう形でやっていきましょうか。メンバーとして。はい、分かりました。じゃあ最後にメンバー加入決定したんで、はい、意気込みの方をちょっとお願いいたします。意気込みを、そうですね、この高橋さんを率いる皆様のもとで成長してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあポコさん、ありがとう。またありがとうございました。今後絡んでください。なんていうの、僕の助手もやっていただいてるんで、いろいろ。あ、そうですね、はい、まあ、毎日は多分負担になっちゃうと思うんで、ここの僕ストーカーのようにココアさん連れましてるんで、週1回ぐらいのベースでお願いします。またはい、はい、よろしくお願いします。じゃあココアちゃん、ありがとう。ありがとうございました。またね。おーい、はーい。